はい、どうもダナトです。では、ワンコレやっていきたいと思います。今回ピックアップのガチャが来ました。トラブルアラビアンナイトラブルアラビアンガチャですね。地獄を見たガチャをどうぞご堪能ください。ぶっちゃけて言います、本当にこのガチャやばいです。はっきり言って計70連、やりましたので、ぜひその地獄っぷりを見てください。ではどうぞ。まずは、チケットですね。10連でもできるんですけど、やり方が失敗して、単発でまず引いていきます。で、今回は、シャーマンカーン、鬼人アリババ、カメジョ、この3体がピックアップとなっております。なので、基本的にはあれですね、アリババとシャーマンカーン狙いみたいな感じのガチャとなっております。こういうね、チケット系って まとめてやるよりも単発で引いた方が確率がいいのかなと、まあ分かんないですけどね。正直今のところ、いいところはないというところで、でも私このガチャで70連やりまして、全てのダイヤを使い切りましたので、まあ、何もできない状態に今なっております。はい、まあ、最低制限、なんとかアリババもしくはシャーマンカーンが回収できたらよかったのかなと思いながらやってましたが、なかなか思いのほかこれですよ。これ10連ね、これですよ。10連チケット手に入れたんですけど、これ見てください。何これ、やばいでしょ。保証分1回しか来ないって何なのっていう感じですよ。30連回して、で40連目ですね。ちょっとまあジェムが溜まったのでもう一回やります。見てください、やば、何やこれ、どうでしょう。40連中に30連が保証分のみというガチャとなってます。そして50連目、はい、保証分のみ。何が当たりやすいんだと、ふざけるなと、人をバカにするのもええ加減にしろという状態になってます。なのでぶっちゃけね、ピックアップね、引かん方がええと思います。なので通常の5月31日までやってるガチャやった方が賢いですよ。70連目どうぞ。ここで初めてですね、ヘッドが確定しました。そしてうち2枚も確定と、そうすると出てくるのは鬼ヶ島、嘘でしょと。これで鬼ヶ島
もう貫突しましたからね。そしてもう一枚も SSR 確定、桃太郎天使。はい、これも貫突です。やばいっしょ。そして最後のヘッド、シャーマンカンかと思ったらセントフェニックス。これね、確率見たら 0.1% とかなんで、むしろ引く方が難しいというガチャになってます。はい、そういうことでね、まあ見てもらったらわかりますが、もう全部20個しか残ってません。そして70回計回しましたが、アリババ、シャーマンカーン当たらずという結果になりました。なのでもう私ができることはないですね。はい、シャーマンカーンが 0.8% ですよ。で、キジンアリババ 1.6%、 まあ確かに出やすくなってる。セントフェニックス 0.1% なんで、で、桃太郎天使 0.2% なんで、そこをすり抜けてこの鬼ヶ島、桃太郎天使が当たると。ちなみに通常のやつでいくと、ヘッド 0.2% なんで、まあ当たらないですよ。まあ実際に当たったことないですからね。他のやつでも 0.4% なんで、だって2分の1でしょ。2分の1まで下げられて、それを当ててくるというわけのわからない、マジで意味のわからない引きを見せつけた、今回の70連ガチャでしたね。はい。ということなんで、皆様、まあ、余裕がある人は引いてやってみたらいいんじゃないでしょうか。ただね、2週間あるんで、ぶっちゃけね、もうそこまでやることはないんですよ。ここまでやったらもう半分ぐらい、報酬もゲットしてるんで、どうなんだろう。またなんか追加でガチャチケットとか配ってくれないかな。まあそんな淡い期待を持ちつつ、今回の動画は以上とさせてもらいます。よければまたチャンネル登録よろしくお願いします。まあこれが引きの弱い人間のガチャでした。ということで今回の動画は以上とさせてもらいます。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。ダーナタでした。